はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はですね、以前ご一緒した K さんのリクエストでジビエを食べに行って温泉に入ろうというツーリングを行います。まあ、他にもね、いつもご一緒するこじこじさんとかおられるので、いつも同じようなところばっかり走ってて面白くないのでね、いつもご一緒するような方も初めてのところということで、大網の切り通しから素掘りトンネルを通るというねコースを考えています。まあ、その後はね、そんなに変わり映えのしないコースなんですけれども、前半部分だけでも楽しんでいただければなと思っております。待ち合わせは東金のインターチェンジ近くのセブンイレブンだったかなですね。はい、待ち合わせ場所に到着ですね。バスツーリングなので、ここからはナレーションになります。最初に向かうのは大方吉備の森線の切り通しですね。126号を九十九里の方に少しだけ走ってから、すぐに住宅地の方に入っていきます。で、このまあお寺のあるところなんですけど、これを右側に曲がると、まあ、まっすぐその道に続くんですが、ちょっとね、道は細いんですけれども、交通量がほとんどないので、まあ安心してね走ることはできます。もうほぼやってきましたけれども、もう見えてきましたね。これが大方吉備の森線の切り通しです。ちょっとね、傾斜がこうついてるので、まだいくらかねマシなんですけども、ここはね本当に大網というか東金のインターチェンジからすぐ近くなのでね、来られた方、初めて来られてこんな近くにあるんだっていうふうに驚いておられましたね。高さは10メーターぐらいあるのかな。次に向かったのが金谷郷の切り通しですね。ここはもう一段と道が細くって、普通車だとちょっと厳しいかな、軽四がなんとか通れるぐらいの道幅ですね。ちょっとね、ゴールドウィングだとやっぱりちょっと慎重に運転せざるを得ないので、私が先に行き過ぎてしまったっていうところがありました。見てください、この昼なお暗いこの切り通しですね。道幅が狭くってもう垂直に切り立ってます。すごいっすね。もちろん対面通行ですので、車が来たらもうどうしようもないんですけども、ここ通る人は地元の方なんで、割とすんなりバックしてもらえます。そして次に向かったのが、やさし戸の、やさし戸随道っていうのかな、素彫りのトンネルです。小食土って書いて、小食の小食ですね。あまり食べない人の小食の土って書いて、やさし戸と読みます。大網はね、こういう切り通しが多いんですけども、まあ少ないんですが、素彫りのトンネルもあります。はい、こちらですね。結構ね、
交通量っていうか車もこの後通ってたりとかしたので、この中で止めて写真は撮れなかったんですけれど、地元の人に聞いたところ、これが2024年の春にはコンクリートの吹き付け工事をするそうで、この姿が見えるのはもうこの辺までっていうところみたいですね。次に向かったのが速道路でワープして養老渓谷から南に向かいました。養老渓谷をね、紅葉が結構してたので、まあその翌週にね、モミジ狩りツーリングに行きましたけれども、結構綺麗ですよね。で、次の目的地はですね、鴨川のループ橋です。こじこじさんがね、まだ行ったことがないっていうので、食事の前に立ち寄ることにしました。でここで途中で切れてるのはね、カメラがエラーを起こして切れてしまったんですけど、ループ橋はこの内側からこういう風にバイクを止めて景色を見ることができます。で、時間もね、頃合いになったので、ランチに向かいます。ランチはですね、君津の道の駅の向かいにある漁師工房ドライブインっていうレストランですね。ジビエのビュッフェがあって、まあ、食べ放題ですね、ジビエの。それでまあ今回ジビエツーリングに選びました。別のね、山の中の小さなあの漁師さんがやってるようなお店も考えたんですけど、たまたまこの日がお休みだったので、漁師工房さんにお邪魔することにしました。こちらですね。ちなみにこれがキョンの剥製で、右側にあるジャムの瓶と大きさを比べるといかに小さいかが分かると思います。お肉とかね、ソーセージとかジビエがたくさん売っています。で、これが1回目、2回目がこちらですね。結構美味しかったですよ。で、415を北上して次に向かうのは、415を北上して久留里から東に北東の方に向かって、温泉ですね、長良温泉に向かいます。長良温泉はね、まあ、場所が長良町民の健康福祉センターだったかな、なのであまり知られてはいないんですが、最近ではね、東京からもね、普通に来られる方がいてるぐらい、人気が出てきた温泉ですね。本当に泉質がいいんですよ、黒湯でね。で、ちょっとぬるめのお湯で長く使ってることができるので、最高です。じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。
でここで、高速組の K さんたちと別れて、こじこじさんと私は下道で帰宅することにします。ここはね、長良インターも長南インターもすぐ近くなんでね、まあ、東京方面から来られる方も便利なところではありますね。それでは今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。